はい、こんばんは。こんばんは。桂秀道でございます。今日もですね、こちらに、元参議院議員候補の相原凜子先生をお迎えしております。今日もまたいつもの顔ですいません、よろしくお願いします。で、今日はですね、ここであのやっぱりこの湘南地区のね、交通問題について、はい、まあ、話をしたいと思うんですね。はい。で、あの、まあ、ここあの、そうですね、1960年代の後半ぐらいから、まあ、今日までね、この湘南地区、まあ、結構人口が増えたわけです。そうですね。で、今やね、あまり知られてないんですけども、茅ヶ崎市の人口なんて小田原市の人口より多くなっちゃってるんですね。増え続けてますもんね。増え続けてますね。で、ところがその、じゃあ鉄道も整備してるかっていうと全く変わってないんですね。そうですね。で、藤沢の、藤沢市で言えばね、湘南モノレールができたり、この間で、はい、それからあと、湘南台のところに横浜市営地下鉄とか、はい、それからあと、相鉄いじめ路線が来ましたけども、はい、そこから先はね、鉄道の計画っていうのは、まあ、あるわけですよね。昔から1970年前後に、まあ、出来上がった計画があるけど、ごたごた止まっているってやつですね。ところがそのちっともね、工事が行われないで、で、相鉄はいつの間にかその、あれですよ、二俣川から先ね、東横線と電車つなげて、ね、はい、で直通運転やるんだと、いうことに、まあ、なってしまったわけですよ。そうですね。でも来年の、今年ですね、今年の3月の20何日か、23日ですか、に開通すると。すぐでございます。うん、で、じゃあね、この相鉄いずみ野線の、この湘南台から茅ヶ崎市内を通ってね、平塚までの延伸計画、これをどうしてくれるのか。いや、本当ちょっとそっち忘れないでくださいよっていう感じなんだけど、うん、そうそうそう。でね、不思議なことにね、これもね、なんかある種県議の仕事ですよね。そうですね、うん、県議の仕事だと思うんですけども、でもなんか誰もねこの話もしないんですよ、選挙になっても、うん、ね、おかしいよね、なんか。ああ、でも鉄道のその問題っていうのは、うん、全国どこでも、うん、その市議選でも県議選でも、うん、とにかく訴状に上がることがすごく少ないテーマだなって感じますね。なんか理由があるんですかね。まあ、よくわかんないんですけど、で、ね、まあ、そもそもね、そもそもの問題は、まあ、国鉄の民営化ですよ、はい、いろんな問題はね、起きてる。音を正せば、音を正せば、国鉄の民営化で、皆さんね、国鉄って民営化されたと思ってるんですよ。で、ところがね、これね、インチキ臭いことに、ご存知かどうか知らないですけども、東北新幹線をね、例に挙げますと、東北新幹線ってね、あれって JR 東日本の持ち物だと思ってる人がいるわけですよ。実は岩手県のある、まあ、場所、大体盛岡ぐらいから伊北は、ね、別に国の持ち物なんですね。そう、国の持ち物、線路が、全部国の持ち物、線路も駅も、国の、もちろんトンネル、青函トンネルってありますよね、はいはい、あれも全部国の持ち物です、はいはい、国って、なんていうの、なんだっけ、昔は、今ちょっと名前が変わっちゃったんですけど、うん、昔は新幹線軌道保有機構っていうとこだったんですね。それが今改名されて横浜に、なんだっけ、鉄道となんとかかんとかっていう、まあ、ともかくその国の特殊法人が持ってるんです、うん、ね。だからその、まあ、JR 東日本が持ってるもの、つまり民間会社の JR 東日本が持っているものではなく、うん、だから国が持ってる、簡単に言えば。で、今札幌に向けて一生懸命、函館から新幹線作ってますよね、北海道新幹線。であれも誰が作って誰の持ち物になるかっていうと、そのだから国の旧、新幹線軌道保有機構がの継承した鉄道となんとかかんとかっていう、その特殊法人が持って、簡単には国の持ち物ですよ。だからそういうふうに、鉄道っていうのは、なんていうか、上と下は別なんだ、うん、で、相鉄も同じことができるんです、うん、つまり相鉄はね、その路線免許は持ってるんだけど、でも別にその線路を東鉄、相鉄がそのなんていうの、作るっていうんですか、うん、金出してね、必要はないわけですよ、うん、ね。で、だからここから先が
ね、じゃあ神奈川県の政治の話になって、でじゃあ神奈川県の政治家が、ね、じゃあ例えばですよ、神奈川県もしくは国が、ね、相鉄泉野線の延伸する線路を作ればいいんですよ、ね、作ってで相鉄に運行させる、こうやり方があるでとかいろいろあるで、このお金をどうやって出すかっていうと、あの都市鉄道と利便促進法っていう法律があって、でこれを使えば少なくとも相鉄も、ね、地元市町村も金出さなくても、ね、あの工事ができると、と相鉄の総務課も言ってるし、相鉄の取締役もそんな話をしてるわけですよ。だけどだったらやらないじゃん。いや誰も言わないで、私が言うと、桂デタラメ言ってるって言って叩くバカなやつがいるわけ。そうそうそう、でもこれだから別に、ね、いつも申し上げるのはだから相鉄の総務課とか相鉄の取締役に桂秀光ってやつがお宅の株主 で、ね、で毎年毎年、ね、この、ね、相鉄泉野線の延伸をやれやれやれね、とね、都市鉄道と利便促進法を使って線路早く作るようになんでやらないんだと、ね、言われてますかって聞いたらいいじゃん。言ってんだから別に、そう誰もだって鉄道会社にさ、ね、すでに路線免許を持っている、ね、区間の工事を始めろっていうのは当然だよね。そうですよね、別に何の問題ないですよ。ないです。だけど誰も言わない。変だよね。変ですよね。だからね、これ僕は神奈川県の政治家っておかしいなと。だって東京ね、まあいいか悪いかは別ですよ、また小池さんだって鉄道を作るって言ってるじゃないですかね。いや便利になりますよ、沿線で土地の値段も上がりますよ、当たり前だけど。なんで問題ですか。なんででしょうね。もうね、あの相原先生の人脈で誰かに聞いてくださいよ、本当に。なんでやらないんだろう。みんな興味がないみたいですよね、この話題は。話題はないけど、でも本当は今ね、これあの相鉄のその二間川から先に新横浜経由して東横線に行くルートができるわけですよ、はい、でそうしたらね、これでその茅ヶ崎に、このまま来ると、ね、茅ヶ崎から、ね、こっちの新横浜の方にも、ね、で東京の方にも行けるルートがまたもう一つできたわけです。すごいですよね、便利になるな。何の問題もないですよね。ないと思います。で湘南ライフタウンにね、あのあれですよ、あの不動産をお持ちだったらさ、不動産の値段上がりますよ。そうですね、まあ湘南ライフタウンは当初だから昭和40年代に始まって期待したほど開けないで終わっちゃいましたからね、いやそれは駅ではできない。いやそうなんですよ、結局バスしかないところはそこで打ち止めになっちゃって、それをだからですね、やればいいの、この延伸すればいいのに誰も言わないし、でこれが不思議、この、ね、この謎はねやっぱりあれでしょうね、一生かかっても解かないといけないなと思ってますよ。、ね、だってこの間ねあれですよ、東北新幹線もできたし、ね、上越新幹線もみんな、あの頃、ね、1970年頃って東海道新幹線しかなかったんですよ。でそれがね、今やもう、ね、あちこち新幹線できちゃって、ね、そんな世の中のだって本市架橋だってできちゃったし、ね、青函トンネルもできちゃったし、やれよなと思わないですか、全く。もう思います。思うよね。なんかなんだろう、あの土地の買収が難しいとかそういう地域なんですかね。そんなことはない。特にまあなんか僕の聞いたね噂話ですけどね、あのある時までね、ごく最近までね、このねこのまあ予定地のところの地主の一人が、これに強硬に反対したって話は僕は聞きましたね。ただ噂ですから、本人に会おうと思ったんだけど、まあ会ってくれないと石が飛んでくるやつから、だからまあそういうことも、藤さんもね、あの東海道線をかつてあの通そうとした時に、あの藤沢本町 の、 あのところを通そうとしたら反対したんでしょ、あれを、ね、あそこで、そうなんだ、それでその今のような場所に電車が、まあ、だって藤沢は本当昔からの宿場町、藤沢の町から離れてるじゃないですか、線路が。あれはどうしてなのかって言ったら、だからあの反対したからですよ、あの藤沢本町の、まあそこにしかできなかった、だからあそこに作ったという話ですよね、
横田急もだから本当はもっとあの藤沢 の, あのいわゆる藤沢橋の方近いところに白旗とかあの辺にあの通したかったんだけど、やっぱりそれも強行に反対されたって言うんですよね。それで今 の, あの大町のところのところにこう通ってこっちへ来るようにしたみたいですね、っていう話は、まあ、聞いたことありますけど、だからまあ、ね、あのそういうこともあるのかもしれないですけど、でもともかくね、あのみんなのことを考えたらね、相鉄泉野線のねこれ延伸はねもうなんとかしないと良くないんじゃないかな、ね、みんなが不便だし、ね、で東京にもパッと行けるようになるしね、というふうに思ってるんですけどね。そうなんですよね。であとはね、この相模線ですよ、はい、でね、相模線も、ね、もう今や、ね、もうたくさん人が乗ってるんですね、みたいですね、うん、でだけど単線ですから、だからこれをね複製化する、これも誰も言わない、なぜでしょうね、なんかなんか相模線複製化なんとか促進協議会とかなんとかって言ってますけど、じゃあ神奈川県議はなんかあれ予算つけりゃいいじゃん、でこれもさっき申し上げたように今ね JR になってから新しい線路とか駅とかねなかなか作らないんですよね、であの地元に負担しろという話、そうですね、でもねこれって都市鉄道等利便促進法という法律を使えば、国から金もらって作れるらしいですから、それがだから、東北新幹線のその北ですね、盛岡から北の区間っていうのはそれでやってるんですよ、じゃあ同じことやってほしいですよね、だって我々税金払ってるんですか、神奈川県民、ね、もういい加減あそこは本当伏線にした方がいいと思いますよ、そうなんですよ、いつまでもそんなことはしないで、でやってるわけですよね、いやちゃんと伏線にしてあげないと街が開けないですよ、あそこで終わっちゃいますよ、だからね、それで、ね、一方でね、私が不思議に思うのは、二酸化炭素排出するなと、ね、小泉さんとか言ってるじゃないですか、横須賀さん言ってますね、だけど、それでレジ袋をね、有料化する、ね、どういう関係があるかよくわかんない、もしね、あんたね、本気でね、二酸化炭素排出だったら、鉄道でしょ、鉄道、バスじゃなくて、ね、鉄道で行けるようなところを増やす、ね、だって僕は思いますよ、燃料効率もいいし、ね、電気を何で作るか、ね、それはもういつも言ってるように、潮流発電作る、そうするとお金かかんない、ね、二酸化炭素も出ない、誰も言わない。おかしいよね、今の SDGs だなんだよくわかんないこと言っていいけど、言うのはいいけどね、いやあんたたちちょっと分かってんのかと思うこと、分かってないでしょうね、分かってないよね、それからあと、まあ、東海道線のね駅の数も増やすね、これもいいんですけど、でそれだけじゃなくてね、やっぱりこの東海道線の線路って、1880年頃に引いたもんです、それからただの一度も少なくとも藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯、二宮、この場全く変わってないです、場所は。で、だから昔のね、地図を見ると、踏切の位置、昔のまんま、開通した時と同じ、すごい話ですよね。だからもう狭い変な踏切とかね、そうそう、開かない踏切とかいろいろあるわけですよね。そうそう、だからそれもだからそれはそうですよ、1880年頃に作った踏切がね、もう150年ぐらい経っちゃってやってるんですよ普通に、なんか変ですよね、考えてみたら物持ちいいですね、物持ちいい、だから藤沢もそうですし茅ヶ崎もそうですけど、東海道線のこう行くとなんかね細くて、よくわかんない変なこのね、使い勝手の非常に悪い踏切が、はい、いっぱいあるわけですよ。そうなんですよ、変な細い道とつながってるね、あれだから1880年頃と変わってない、あなるほどね、全く同じだ、笑っちゃう世界ですよ、だからこれはね、なるべくその、まあ、立体交差にして、でその立体交差にすることによってその津波が来た時に海岸付近にね住んでいらっしゃる方、ね、逃げやすいじゃないですか、だって踏切で地震が大地震が来たら当たり前ですけど、まあ電車止まりますよね、止まりますね、で踏切で止まったりするわけですよね、そうですね、でしかも東海道線ってその複線になっていてね、で夜も昼もね
貨物列車が走ってるんですすごい勢いで、で踏切で止まっちゃったら避難できないですよね、避難できないよね、ね、うん、だけどなんかそれはね、これは県議の仕事じゃないかと思うんですよね、市民のね生命財産を守るですよね。でも誰も言わないですよ。聞きましたかそんな話。全然聞いたことない。聞いたことないですよね。藤沢でも聞かないでしょ。聞かないですよ、うんうん、でもあれだってずっとね、うん、行くとこないんですよあれ。そうなんですよ、うん、渡れなかったらもうアウトってやつなんですよね、まあ、だって藤沢駅からあの辻堂駅までの間で立体交差になってるところって一箇所しかないですよね、うんうん、どうしようもないな。一箇所か二箇所か、うん、あとは全部踏切です、うん、それなんかパッとしない踏切いやそうなんですよそうなんですよそうなんですよ、うん、だどうするつもりかなってね。地震対策って津波対策だったらまずそれをやってほしいなと。そうですよね、これをね、だじゃあ共産党が反対したり ね、うん、ね自民党が反対したりする問題ですかこれ。いや別に誰も反対はしないと思いますよ。そうそうそう、真面目に仕事してないだけじゃないかと思うわけですよ、うん、なんかで、なんかそんな当たり前のね、うん、党派関係ないような話が進まないですかね、うん、そうそう出てこないですかね、出てこない、よくわかんない、うんね、だからね、湘南地区もね、非常にね、その天気がいいしね、うん、で雪は積もらないし、雪は降らないから、うんまあ、いいとこですよ。そうね、いいとこですね。だけど、政治がね、非常に悪いよね。え、最悪です、政治が、うん、神奈川県から出てる国会議員をね、ちょっと並べてみればわかると思いますけど、うん、とんでもないのしかいないじゃないですか。例えばの河野太郎とかですか。全国の皆さんに顔向けできないですよ。甘利明とかですね、三原純子とかですね、本当にろくなもんがいないですよね。で、あの神奈川県 の、 その選出のね、あの議員の話をすると、うん、あの書き留めでね、あのこう要望書みたいな、うん、国会の事務所にね、うんまあ、送るわけですよ、議員会館、議員会館のね、うん、そうするとね、ほとんどの方がね、うん、なぜか受け取り拒否ですね。おお、これは不思議な世界ですよ。開けもせず、見もしないで、だから受け取り拒否、これ取ってありますよ、私、うん、でね、これね、あのじゃあね、自民党のね、議員がね、みんなそうかっていうと、うん、あの片山先生なんかね、さつきさんですね。そうそうそう、ちゃんとやってますよ、うんうんね、よくわかんない。まあ、選挙の時土下座しちゃうおばさんでしょ。いやでもね、でもちゃんと動くよね、あの人も、まだ自民党でも。河野さんより僕は間違いないよと思って。うん、うん、それはまあ河野太郎はダメ、あれは、うん、ね、そうなんですよ。だからそうすると困っちゃうなと思って。でも河野太郎がほら、すぐにそのツイッターでなんかこう反対する人とか意見を言う人をブロックするんで、はい、一時期ニュースにもなってブロック太郎とか言われて有名になってるじゃないですか、うん、私まだ彼にブロックされてなくて、あ、まだ修行が足りないと思ってるんですよ。だからというか、なんかあれですよ、あの方ね、あのそれなりのね、あの湘南地区のね、あの、まあ、政治パワーを持ってるね、うん、あの方はね、それなりに扱うんですね、そういうポリシーなんだ。だから私もだってされますよ、私も意見しますから、うんうん、ただ、うん、私からの書き留め郵便は受け取らない、受け取らない、受け取らない、断固として受け取らないけど、ブロックはしないよってやつですね。そうですよね、うん、同じ地元ですもんね、みんなね、とか言って、そうそう、だから、いや、やっぱりまずいと思うんじゃないですか。そうかもしれないですね、うん、だから、まあ、そういう、その点ではね、まあ、あれなんだけど、でね、河野さんだってさ、これこういう問題取り上げるべきなんだよね、本当はね、うん、だから踏切問題でも彼は今ね、もうね、あのマイナンバーカードとね、ワクチンパスポートのことしかね、頭にないんですよ。でね、マイナンバーカードってね、うん、あれですよ、これね、あの、まあ、申し込むとするじゃないですか、うん、ね、うん、ね、すぐね、拒否してきますね。ん、何を拒否するんですか。いやいや、だからマイナンバーカードの申請を拒否。え、どうして。え、いや、例えば お前の写真が良くない。あ、ね、あ、そういうこと。そうそうそう、お前の写真が良くない。写真が良くない、写真が良くない、なんだそれ。いや、だからこうやって写真自分でこうやって撮って、うんうんうん、ね、ね、で、ね、それはそのパジャマ姿で撮ったのも悪いかもしれないけど、うん、ね、でも別に証明写真としたら関係ないでしょ。パジャマ姿だと拒否されるんですか。うん、いや、パジャマ姿で、うん、で、なんかこうやってヘッと撮ったんですよ、うん、で、マイナンバーカードを申請したら
たら受け付けません。ダメだって。ああダメだって。それもね、うん、すぐ言ってくるならまだ分かるけど20日も経ってくる。すごい。でもいいじゃないですか、もう作らなくていいってお墨付きをいただいたわけで。それはあのまあでもさ、だからちょっと作りたいなと思ったんでやってんのにさね、作りたいなと思ってやってんのにね。でさ思ったけどね、じゃあさね、あのさパジャマ姿で、ねうん、入院している人がね、うん、マイナンバーカード ね、うん、ね保険証と一体化するって言ってるわけじゃないですか、うん、どうすんだ、ね、そうですよ。あでも寝たきり その介護のご老人とか、うん、赤ちゃんとかどうするんですかそれ。いやいやだから知らないよ。だからこれもね、今そういう来たからさ、うん、また人のこといじめてきたからさ、うんね、一発また行政不服審査で、ね、戦ってやろうと、ね、もう趣味の世界ですね。いや趣味の世界というか、うん、これ僕は市民のためにやってるわけですよ、ね、他の人できないでしょ、はい、でね必ずね、ああいうのやるとね、役人がさ、偉そうに電話してくるわけ、うん、でね、だいたい私のこと知らないんでね、うん、こう電話してくるんで、偉そうに言ってやるわけ。で、あなたあれでしょ、ね、どこどこ署のなんとかさんでしょ、うん、で、私もね、昔法務省勤めてましたからって言うと、さっきと言ってることコロッと変わったり、なんだこいつら、そうはいい違い。だからね、そう、やり口があるわけ、ね、で、もう自分たちの方向にこう、ね、こう波に巻き込もうとするんだけど、うんね、そうはとんやがおろさないですよね、うんうん、だからねマイナンバーカードね、河野太郎さんもねこれ、うん、多分ねこれ河野太郎さん見てなくてもね、うん、河野太郎さんの関係者はこれね絶対見てる、うん、そうなんだ。見てますよ。だってそうでしょ、だって茅ヶ崎市内さ、うんね、河野太郎のね子分みたいな県議が2人はいるわけですよ。あそうかそうかそうかね、うん、そうさ彼らは私のこと興味ある、うん、ね、綾原先生は興味あると思うんですよね。ないですよ、私の過去の人のとこ。いや、ね、で、そうするとね、いいですか、ね、じゃあ、桂が何言ってるかって非常に大事じゃないですか。あ、大事です、これはもう大事です、うん、そう見てるわけです、うん、あの桂のやつね、うん、何を言ってるんだ、うん、ね、で、そうした時に、ね、これこの話、つまりね、マイナンバーカードね、パジャマ姿の写真で、うん、ね、ちゃんと写ってますよ、言ってきますけど、うん、ね、それを、ね、出したらダメだと言った。突っ返してきたと。そう、突っ返してきたと。ね。すごい。でさ、そうするとね、入院してる人がマイナンバーカード申請できません。うん。っていうことにならないですか。困ったもんですね。おかしいな。おかしいな。太郎くん、なんとかしてくださいよこれ。本当だよね。私じゃ今度ちょっと水着とかさ、タンクトップとかでさ、写真撮ってさ、申請してみようか。うんパジャマがね一番あのケチつけやすいんですよね。だって入院してる時に、うん、いいですか、入院してるっていうのはありえるわけですよ ね、うん、ね、わざとじゃないわけで、だって入院するとパジャマ着ててくださいって言われますよね、うん、ずっと、うん、だからパジャマ姿で、うん、ダメだっていうのだとするとね、うん、おかしいじゃないですか。おかしいですよそれは、うんね、じゃあ入院してる人は、ね、っていうことは入院してる人は保険証必要なんですよ、うんね、普段元気だったら、まあ、持っててもいいけど別に使わない、うん、使わない。でも入院してたらいるわけじゃないですか。そうどうするんですかこれ河野さんあった困りますよね、まあ、そういう話ですよ、ね、面白い。あの誰かこれからねあのカード作ってみてもいいかなって人はねちょっと試してみてください。ぜひパジャマでちょっといろいろ実験結果をね知りたいですね、うん、そうあのあれですか電話で教えてもらってもいいですし、ね、ぜひぜひ教えてください。それでね、まあ、今その鉄道のね話をいろいろしてきましたけど河野さんもね、うん、もうなんでこれ一生懸命やんないですかねこれね。興味がないんですよ、うん、でもね私ね言っとくけど ねこの話をねいろんなところでしてるわけですよ、ね、そうするとね不思議なことにね平塚の、ね、市民がね私に言うわけ、ね、これ本当なのかね、うん、嘘だと思うんだ。あんたね、相鉄本社電話かけてね、総務の人電話かけて言う、私、桂さんからこういうの聞いたんですけど、これってお宅の会社でやってんですかと、それは絶対否定しないんだよね。で、私ね、その平塚市民のね、私と言ってる、まあ、いくつの方か分かんないけど、電話で話したんですけど、あの不便だったんですよ、JR しかないから。だからね、こんなのあるんだろうね、早く。やってほしい。いや本当ですよね、うん、やってほしい当たり前だと思うな、うん、でねこれはねちょっと河野さんと関係あるね。平塚の南口の河野太郎さんのねお宅のすぐ近くのところにこの相鉄泉の線の駅ができるように書いてある。おわかるわかる、あの塀で囲まれてるとこでしょ、うん、あの近くに
駅ができるよ、うん、こう書いてある。だからさ、そうはないんじゃないかと。便利になっていいじゃないですか。でもね、上がりますよって。いやでもなんか金中の意見かとかね、うん、分かんないでしょ、うん、だけどなんかやらないわけ。そっかな、金中は関係ないと思うけどな。いやでも金中これで相当あれですよ、少なくとも売り上げは減るよね、うんうん、短期的には。いや長期的にはね、いいかもしれないですよ、うんうん、だけど短期的には減るんでね、うんうん、だからそれが嫌なのかなっていう気はちょっとしますよね、うん、でも人は確実に増えるので、うん、絶対長い目で 見ることぐらい、金中ぐらいだったらできるでしょうと思うけれど、でもほら金中って今、うん、前に話したことあるかもしれませんけど、金中株、私一応金中の末端株主ですけどね、末端株主ですけどで、その立場で言わせてもらうと、金川中高生の株主総会出て聞いてると、金中って全然もうバスは全く動かってないですからね。あ、なんか運転手さんも足りないし、ブラックだって聞きますけどね。いやブラックじゃないんだけど、あれはないです。金中の収益ってほとんどなんかビル、不動産賃貸業ですね。それで儲かったんで、まあ簡単に言えば紀州鉄道ってご存知ですか？はい、分かります。ホテルやってますよね、うん、っていうか紀州鉄道ってそもそもホテルやってる会社が紀州鉄道を買収して、紀州鉄道っていう名前が欲しいのでやってるわけですね。だから紀州鉄道って確か長さが4キロぐらい、え、ね、4キロ。いやもしかしたら4.5 キロかもしれないし、3.5 キロかもしれない。ともかく紀州鉄道という非常に短い鉄道 の、うん、会社があって、うん、立ち行かないじゃないですか、和歌山県でやってるわけです。だからって言ったら、そしたらあるとある不動産会社が紀州鉄道を買ったんです。で自分もが紀州鉄道だったんです、はいはいはいね、そうすると不動産屋じゃなくて、うん、紀州鉄道不動産部にやったんですよ。はいはいはい、わかります、ね、そうすると社会的信用が突然怪しげな不動産屋からね、あれですよ、鉄道会社の不動産部門に格上げしちゃったんですよ、はいはい、それと同じですよ、金中がやってること。つまり金中って神奈川中央交通というね、日本を代表する、ね、日本最大のバス会社、バス担当会社、うん、この私たちは公共交通機関を担う立派な会社です、うん、でその会社の不動産部ですって言いたいからやってる、うん、はいはい、なるほどね、うん、だから何でもない、うん、やりたくない、やりたくないとは言わなかったけどさすがに、うん、でもなんか株主が追及してたら、まあ、それに近いようなことに、君らバス会社なんかやりたくないのかって言ってチーッて言ってましたけど、だからそういうことで、だからもしかしたらね、やっぱりもっと古くなっちゃうと思ってるわけですよ、金中のバスが。心配でしょ。心配ですね。でそしたらさ、相鉄に買ってもらったらいいんじゃないかね。相鉄が来るんだよだって小田急沿線に小田急バスが走って、京王ね、沿線に京王バスが走ってるのと同じように、うん、じゃあ相鉄の沿線だから金中やめちゃうんだって、相鉄バスになっちゃえばいいじゃん。え、ダメです、やっぱり物心ついてきた、ついた時から金中バスのユーザーなので。いや、そうなんですか。金中バスがなくなるのは寂しいでしょう。やっぱりあれですか、色がいいんですか。黄色の、いや馴染みですよ、単なる。で私も早くかなちゃん手形をだから使えるようになりたいなっていう、年、うん、を取ったらかなちゃん手形を使うんだっていうのがあるんですか。あ、そうなんですか。でもあれでしょ、そのうちなんかやめちゃうかもしれないですよ、そのかなちゃん手形、うん、ねえ、いやだって儲かってない。いやだからだって大丈夫ですよ、桂県議がきっとその頃には。だから県としてさっきの70歳以上のそのパス、乗り放題パスをちゃんと整備していただけるっていう話だったので、まあね、それはそうかもしれないけど、でもそれでも神奈川中央交通は、まあ、相鉄に吸収合併されてもういいんじゃないかと私は思ってるわけですよ。ダメです、ダメですだってうちの方は相鉄関係ないもん、小田急とか那中しか関係ないから。あと江ノ電か、江ノ電が関係あるんだ、うん、江ノ電バスっていうのがありますもん、ね、あります、江ノ電バス、オレンジ色の江ノ電バスが走ってますね。
そんなやりたくないでしょうもんね。どうなんでしょうね、わかんないですね。でも大磯とか二宮のちょっと引っ込んだところなんか、うん、バスみんななくなっちゃってますよね、うん、困っちゃうでしょうね、でもね、まあ、困っちゃうでしょ、困っちゃう。だからじゃあどうしたらいいかって言ったら、さっき申し上げたようにパス、うん、70歳以上のパスをね、みんなに使ってで乗るようにしてもらうと、うんね、そうするとバス会社にもそれなりに分け前がいくわけじゃないですか。まあまあそれは、ね、そうすると、まあ、少しはやる気になるかなと、うん、でもかなりその県の方、行政の方から、補助してあげないとバス会社も回らないんだろうなと思いますね。そこで割引をしちゃうわけだから、もう高齢者に対して。じゃなかったら、うん、もっと極論で言えば、うん、もう神奈川県営交通、はいはい、ね、あってもいいと思います、うん、いやそれで県営バスとしてやると、うん、そういうことかもしれないんじゃないでしょうかね、いっそすっきりと、うん、だって都営バスが、ね、都営バスがあるんだから県営バスがあって、うん、いや、本来バスとか公共交通っていうのは私はインフラだと思ってるので、儲からなくて当たり前の側面って絶対あると思うんですよ。でも儲からないから、じゃあやめようって言ってやめちゃったら、そこはもう過疎化にしていくだけで、あとは限界集落に向かってまっしぐらっていうことですから、やめちゃいけないんですよね。だからやっぱり儲からないそういった事業っていうのは行政が支える、県が支える、国が支えるっていうやり方で当たり前なんじゃないかなと。そうなんですか、うん、だけどなんかそうじゃなくなって、何でも民営化したせいでね。そうだから民営化って私物化ですからね。なんかそれが効率が良くていいことみたいにみんな騙されてますけど、構造改革、構造改革とかってね、改革がいいことだとか、まだ改革が足りないから貧しいんだみたいに洗脳されてるけど、改革の方向が全く間違ってて、その社会的共通資本っていうか公共財っていうのは絶対に私物化しちゃいけないわけで、民営化したら今度は利益を出さなきゃいけないんですよ、当然ね、企業がやるわけだから。利益を求めたらどうなるかってことを考えたらダメじゃんってことぐらい普通にわかるじゃないですか。だから特にこの絶対止めなきゃいけないなっていうのは水道民営化の流れですよね。ただでさえ去年ですか、農薬とか殺虫剤の基準をもうすごい緩めたじゃないですか。これは民営化への布石を打ってるんかなっていうちょっと気がしないではないですけど、これ本当に、ね、神奈川県民の皆さん止めないとですね、止めないとまずい。黒岩さんも横浜の山中市長もね、すごいグローバリストですから、もうノリノリで水道なんて売っ飛ばすでしょうから、ここはしっかりね止めるんだっていう、ちゃんと保守の政治家をね選ぶようにしてくださいね。桂さんとか桂さんとか桂さんとかです。なんか全部桂さんだった。そうです。まあだからあれですよね、世の中きちんと見てる目がないと、やられますよね。ダメです。まあそういうことで、とりあえずこの鉄道問題、ね、終わろうと思いますけども。はい。便利にしてください。はい。よろしくお願いします、はい、桂さん。はい、はい。頼りにしてます。はい。桂秀光でした、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。